そいつは日本から離れること9000キロ、英国からやってきた粋なやつ。今回買ったのはこちら、ラズベリーパイキットフォアダミーズ。これはね、書いてある通りラズベリーパイのキットになります。でここに書いてある通りね、コンピューターを作るのに必要な部品が全て揃っているっていうセットになります。じゃあ早速ね、開けてみましょう。まずはクイックスタートガイド、 USB メモリースティック、専用の AC アダプター、 HDMI ケーブル、マイクロ SD、ヒートシンク、クリアケース、そしてラズベリーパイです。今回買ったのはラズベリーパイ3モデル B っていうものですね。最新型ですね。ちゃんとね、日本発売向けのやつで、ここに日本の電波法の技術基準適合マークがついております。じゃあこれも開けてみましょう。なんだこれ、かっこいいな。これまたクイックスタートがいると、セーフティーガイド。じゃあいくよ。でん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 、おー来たー、ラズベリーパイですね。ラズベリーパイは極小のね、コンピューターです。カードサイズで、この上に USB 有線 LAN で、 Wi-Fi、 HDMI などがついています。さらにね、出力端子がついてますんで、ハードウェアのね、制御ができるんですね。これはね、勉強用のコンピューターっていうことですごく流行っているみたいですね。で、Linux で動かすことができます。今回はね、合わせてラズベリーパイで制御する外部のね、電子回路の工作キットも買ってみました。これね、ラズベリーパイでいろいろ制御する練習をね、していこうと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあ、またなー。